ブリンマー大学はアメリカ合衆国ペンシルベニア州ブリンマーにある私立女子リベラルアーツカレッジ。1885年にキリスト友会によって創立された。アメリカ合衆国の女子大学として初めて博士の学位を授与した大学でもある。セブンシスターズの一角をなし、ヒドン・アイビーの一つにも数えられる。M キャリー・トーマス1878年。 ペンシルベニア大学卒の内会で、トモ・カイトでもあったジョセフ・ W ・テイラーが、クエーカーの理想と女子教育の推進を体現すべく、53,500ドルの資金とブリンマーの土地40エーカーを寄贈した。これがブリンマー大学の始まりであった。1885年に同学が創立すると、ジェームズ・イーローズが初代学長に、また後に二代目学長となる。 女性参政権運動会ムキャリー・トーマスが、初代学生部長にそれぞれ就任し、36人の学部生と8人の大学院生が入学した。創立当初こそクエーカー系だったものの、1893年には教会から独立した。1914年、ブリンマー大学には全米でも最古の部類に入る社会福祉、社会調査大学院が開設された。 1921から38年にかけては、労働者教育運動及び女性就労運動の流れを受けて、ブリンマー大学のキャンパスを会場として、ブリンマーキンロープ人科学,学校が開校された。この学校では、政治、経済学、自然科学、文学の各講座が開校され、課外活動も多数行われた。1931年には、 大学院が初めて男子学生を受け入れて男女教学化した。1928年のイヤーブックに掲載されたキャサリン・ヘプバーンの卒業写真2008年6月3日のニューヨークタイムズ誌の記事ではブリンマー大学を含むアメリカが衆国の女子大学による中東でのプロモーション活動について取り上げられた。1928年に ブリンマー大学を卒業したキャサリン・ヘプバーンのほか、ヒラリー・クリントン、エミリー・ディキンソン、ダイアン・ソイヤー、マデレーン・オルブライトら、女子大学卒業生の業績を紹介することで、各女子大学がプロモーション活動を進める姿が、この記事に載せられた。ブリンマー大学の入学事務局長は、この記事に、今も、なお、女性科学者の数は、十分に多いとは言えない。我々は、 女性の社会的地位を向上すべく、そして女性が最高の教育を受けられるように、全力で取り組んでいるということを寄せた。また、この記事では、中東の女子大学と上流の歴史と卓越した学問に特徴付けられ、政治活動やジェンダーの同一性、異性愛規範といった論題に対しても激論が交わされるリベラルの画像で、すでに中東から留学している。 女学生には衝撃さえ与えるアメリカの女子大学との違いも対比して記された。2010年には創立125周年記念行事としてボールドビジョン、フォーウィメン、フォーザワールドと題して様々なイベントを行った。2010年9月にはグリンマー大学はアメリカ合衆国及び世界での中東、高等教育における 女子への教育機会均等性についての国際会議を主催した。創立125周年記念誌も制作された。また、フィラデルフィア壁画プログラムと共同で女子教育の歴史を描いた壁画がウェストフィラデルフィア地区で描かれた。2015年、ブリンマー大学はトランスジェンダーの女性及び女性とみなされる魔性に門戸を開いた。全米の女子大学の中で トランスジェンダーの女性を受け入れるのは、ブリンマー大学が4校目となった。ブリンマー大学は、フィラデルフィアの成功11マイルに135エーカーのキャンパスを構え、その敷地内には40棟の校舎が建っている。カルバート・ボークス及びフレデリック・ロー・オルムステッドが設計したこのキャンパスは、それ自体が40種の樹木が植えられた樹木園の様相を呈しており、 そこにカレッジエイトゴシックの校舎や学生寮が立ち並んでいる。同学キャンパス全体が1979年にブリンマー大学歴史地区として国家歴史登録財に指定されている。ブリンマー大学のキャンパスはしばしばアメリカ合衆国で最も美しい大学キャンパスの一つに挙げられている。ブリンマー大学のキャンパスは環境にも配慮している。同学内で使われる電力は すべて風力発電によって賄われている。また、キャンパス内に新たに建てられるすべての建物には、リードシルバー認証基準を満たすことを必須としている。冷暖房の起動基準気温や、設定温度についても、事細かに決められている。ブリンマー大学は、セブンシスターズと呼ばれる、東海岸の名門女子大学7校のうちの1校で、ある。また、ヒドンアイビーにもその名を連ねている。 US ニュース＆ワールドレポート誌が毎年出している大学ランキングでは全米のリベラルアーツカレッジの中で25以前をもしくはそれ以内に入る評価を受けている。ブリンマー大学はリベラルアーツカレッジの特徴ともいえる少人数教育を徹底して行っている。学生数は学部生約1300人、大学院生約300人である。学部における 学生体教授の人数比は9、1で、全講義の7割以上は20人以下の学生数で行われている。全学必修科目部リンマー大学は、全学部制に対して、アプローチずつインクアイアリーと題した、下記4群の科目を1科目ずつ必修としている。また、上記4群の科目に加えて、数量的リーズニング、及び1年間の外国語が必修となっている。加えて、 当日の一年次必修科目もいくつかある。履修の流れブリンマー大学の学部に入学した一年生は、全員、まず、エミリー・ボルチセミナーを受講する。同学の卒業生で、1946年のノーベル平和賞受賞者である、エミリー・グリーン・ボルチの名を冠した、このセミナーは、学生間のディスカッション、及び集中的な読書と作文を通じて、 同学での学問に必要となる批判的、徹底的な思考を身につけることを目的とする。また、同学での学生生活において必要な力を身につけることを目的としたスライブという体育を含む10週間の授業も1年次必修となっている。このスライブに加えて水泳が1年次での必修となっている点も特徴的である。2年次になると、 ソフォモアプランというものがあり、ここで1年次の振り返りと2年次以降の履修計画策定及び専攻の選定を行う。国外留学などの計画もここで策定する。ブリンマラ大学の学部では35以上の専攻、お及び50以上の副専攻プログラムを提供しており、多くの学生はこれらの中から選定する。加えて都市の成長と構造、国際関係といった 学際的な専攻プログラムも提供している。少数ではあるものの、二つの分野を専攻する学生も、いる。毎年5から10人程度の学生は、これらのいずれにも当てはまらない、独立専攻と呼ばれるプログラムを自ら設計し、専攻する。そして、4年間の学びは、卒業論文をもって締めくくられる。リベラルアーツカレッジは、基本的には、学部での教育に注力し、 学部のみ設置か、大学院を設置していても、修士課程のみという大学も少なくないが、ブリンマー大学では、博士の学位も授与している。同学は、教養学大学院、及び社会福祉、社会調査大学院の2つの大学院を設置している。このほか、学士取得者に対して、1年間のメディカルスクール進学準備集中プログラムも提供している。 教養学大学院では、修士課程のほか、考古学、科学、古典、芸術史、数学、物理学の6分野で、博士課程を設けている。加えて、考古学、古典、芸術史の3分野、および、科学、数学、物理学の3分野をそれぞれ合わせた、学際的な博士課程も設置されている。社会福祉、社会調査大学院では、 社会福祉学習士の学位に相当する、社会サービス学習士、社会サービス学、公衆衛生学習士、及び、博士の学位を授与している。ブリンマー大学は、他大学との提携も、盛んに行っている。同学と同様に、フィラデルフィア郊外に立地する、名門リベラルアーツカレッジである、ハバフォード大学及び、スワースモア大学とは、 三大学コンソーシアムと呼ばれる特に密な提携を結んでいる。これら三大学は学期を揃え、相互に科目を登録して履修し、所属大学の取得単位に振り返られるようになっている。加えて、これら三大学はいくつかの課外活動も共同で行っている。また、同学とハバフォード大学との間には、ブルーバスと呼ばれる。 シャトルバスが1日20往復以上運行されている。さらに、これら3大学はいずれも、ペンシルベニア大学とも提携しており、これら3大学の学生は、ペンシルベニア大学の開校科目も履修することができる。フィラデルフィアとその近郊の蒸気大学間の提携のほかブリンマー大学で3年、提携大学の工学部で2年学ぶことで、 ブリンマー大学の教養学士及び定型大学の工学士の両方の学位を取得するデュアルディグリープログラムもカリフォルニア工科大学及びコロンビア大学との間でそれぞれ提供されている。ブリンマー大学の教養学士と同学もしくは定型大学の大学院が授与する学位の両方を取得する学部、大学院間の一貫プログラムや定型プログラムも 複数提供されている。ブリンマー大学内では、教養学士と教養学習士、及び教養学士と社会サービス学習士の二つの一貫プログラムが提供されている。ペンシルベニア大学との間には、ブリンマー大学で3年、その後ペンシルベニア大学の大学院都市、地域計画研究科で2年学ぶことで、ブリンマー大学の教養学士とペンシルベニア大学の 修士の、両学位を取得する3プラス2プログラムのほか、ブリンマー大学で4年学んだ後、ペンシルベニア大学の大学院で1年学ぶ4プラス1プログラムが、工学、教育学、及び、生命倫理学の分野で、それぞれ提供されている。加えて、ボストン大学との間には、公衆衛生学の分野で4プラス1プログラムが、また、ロチェスター大学との間には、 工学の分野で4プラス2プログラムがそれぞれ提供されている。ブリンマラ大学の教養学士とインディアナ大学ロースクールのホーム博士の両学位を取得する提携プログラムも提供されている。さらにアメリカ合衆国外の大学とも同様のプログラムがある。中華人民共和国の石膏大学との間には中国研究の分野で4プラス2プログラムがまた イギリスのアベリストイス大学との間には4プラス1プログラムがそれぞれ提供されている。卒業時の津田梅子、ありがとうございます。